これは、まあ、5年前ぐらいに、まあ、地元で起こった恐怖のお話なんですけど、まあ、僕自身がこうね、すごいチャラい時期がありまして、女の子をこう探してたら、すごい巨乳のギャルがミクシーで、まあ、当時流行ったんですけど、まあ、ミクシーで見つかったんですよ。すごく巨乳で可愛くて、遊び遊びを、まあ、しまして、家に来るってことだったんで、家の近くにね、まあ、駐車場が、ファミリーマートの駐車場がね、まあ、あるんですけど、そこに車で来るということやったんですよ。まあ、迎えに、まあ、着いたらじゃあ連絡してくれよって言って、まあ、着いたんで、まあ、じゃあ家出て行こうと思って、まあ、ちょうどこう直線で見えるんですよ。まあ、田んぼでこう、まあ、直線でコンビニが見えるんですけど、まあ、一台ポツンと、まあ、ギャル車がね、当時流行ってたギャル車が、もうフルスモで前にふわふわついてるタイプのギャル車が止まってて、まあ、絶対これやと思って、そしたらちょっとおかしいなってことで、異変にまあ気づきまして、まあ、その異変っていうのは、運転手席側に車が異常にまあ傾いとる。ん？ちょっとおかしい。まあでもまあ近くにドンキあるから、ドンキでお買い物してこっち側にこうギュッて寄せたんかなみたいなんで、まあいいわってことで行って、着いたからまあ電話して、その女の子とまあ出てきたんですけど、まあ、びっくりしたんですけど、こんな体でかくて、ベレー帽かぶって、これはちょっとやられたな、一本取られたなと思って、まあ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 、ええわと、まあ、とりあえずまあ自己紹介だけまあしようと思って、まあ、僕はあの、まあ、本名も林って言うんですけど、あ、林って言いますみたいなまあ自己紹介してて、名前なんて言うのって言った時、まあ衝撃が、まあ、出来事が起きたんですけど、私、静かって言うねん。いや、絶対ジャイコやん！ベレー帽で、こんなんで、ジャイコやん！っていうね、あの、もうすごい怖い体験をしたんですけど、静かって名前で、ベレー帽かぶったジャイコみたいな、やつに騙されたっていう、まあ、あれも夏んでいくことでしたね、5年前に。はい。すごく怖かったです。